地下街の方にいたから私たちも向かいます。地下街あるね。地下街だって中山町の地下街。なんかあの台北だから地下街がずっと続いてるっぽいんですよ。マジで？すごいね。えらい長いじゃん地下街。でも電車一応2駅分だったし、さすがに1回ね1分半ぐらいは走ってると思うから、そう考えると新宿新大久保とか新宿代々木のあたりまでは全部地下街が続いてるってことだよね。あっちから出てこないかな。あっちから出てきたらもうなんかそうだよね。取りためがある。取りためがあるよね。あっちから出てこないかな。レッドブル決めてきたんで。大丈夫なんですか。逆に心配ですけど。明日のことはもう考えない。明日で終わりじゃないんで。今日動くことが大事だから。明日もレッドブルの可能性ある。明日もまた前借りする。はい、そんなわけで遅くなりましたけど、よいちゃん。よいちゃん。もうすぐよ。こちらが朝一。すごくない？朝一らしくね、天までこう日が昇って。飛行機、飛行機。すごくない天気が。ほら、朝さ、一瞬見させた時まだちょっと曇ってたの。レッドブル飲んじゃったもんね。飲んじゃったから。もう今も雲を全部飛ばすしたよ。じゃあちょっと見ていきましょう。はい、行きます。バッテリーが切れたんでしょ。ライチじゃん。生ライチっすよ。これいくらだっけ。いくら？How much? あ、出る。200。これ結構いい値段でしたね。何も食べた？私まだ何も食べてない。あ、ほんと？これちまきが有名なんだよね。まあ、これとかも多分美味しい。生ライチマジうまいらしいの。めっちゃ食いたいんだけど。そう、あのタイ、まあ、その日本だと、宮崎とかそのこういうとこでしか取れない。あったかい方で。そう買って、だからこのホテルで冷やしてっていうのが一番いいらしい。これリンゴとかもすごいじゃん。肉とかさ、あんま日本で見かけないでしょ。野菜とかやっぱそう、ドイツと全然人気違います。うん、違う。そう、このさ、はい、暑いのに肉とか魚とか売ってんだよね。そうなんよ。日本だと考えらんないじゃん。考えらんない。怖すぎる。怖すぎるよね。でもそんだけやっても大丈夫ってことなんだろうね。大丈夫ってことなのか、気にしてないか、どっちかな。気にしてないか。免疫ついてんのかな。あー、どうなんだろうね。あー、ドリアンだ。ドリアン食べたことない人。すげー、前で。ドリアン食う勇気ねえな。やばそう。うるせえな。いろいろあんな。調味料とか持ってる。生魚。あ、お寺だ。めっちゃ寺じゃん。すごい。いいね。お寺のさ、電光掲示板ってやっぱすごいよ。なんかね。確かにね。すごいね。梅好きなんやろ。梅好き。これ梅ジュースやね。梅甘い感
んじゅうだって小盛り。これも美味しいの？あ、ピーナッツだ。マジか。もち一個もらおうかな。じゃあ、まあ、いいが。ピーナッツ。今ここにね、一個ポンって入ってる。かわいい。あ、目玉。日本のめちゃくちゃ。あ、ほんと。酸っぱい。苦味がある。あ、一口目はいつもの梅なんだけど、うん、いつもちょっと酸っぱいなって梅なんだけど、うん、最後の後味が、うん、苦手な人いる。いや、わかる。私はちょっと苦手。苦いから。苦いからね。うん。後味が日本の梅じゃないかな。ああ、不思議だよね。ちょっと、なんだろう。なんだろう。後味が違う。これね、ピーナッツの粉らしい。これめっちゃうめえわ。みんな買った方がいいぞ。めっちゃおすすめ。中もなの？うん、中にピーナッツの粉とお砂糖とごまのアイテムも入ってる。めっちゃうまい。ちょっと食べる。これはね、ちょっともらおう。ちょっとだってこれあと50個いたい。おー、出ました。出ました、ダッツさんの50個いたい。きな粉好きなの。あ、きな粉好き。すごい柔らかいじゃん。うまい、これは。うまいわ。うん。めちゃくちゃうまくないですか。なんかそれ食べちゃった後これ飲むとより苦味が増す。確かに。暇だな。きな粉好きにはたまらん。そうでしょ。目指すは大地。目指す大地。いや、もうあんだけよ、あんだけ大地大地言うてましたから。言ってるからね、僕。それも言ってたのがバイオハザードっていう。そう、バイオハザード。何これ、大地みたいなの。大地といえばさ、大地の話していい今。大地の話、大地の話していい先輩。大地の話していい。実は台湾って大地の生の大地とかがあるんですよ。うん。で、生の大地って食べたことある？ある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 。どうやって？沖縄で。あ、違う、タイで。タイか。あ、タイはあるかもね、確かに。今私にね、話しかけちゃダメだから。今ライチ売ってんのよ。聞いてよ、ライチ。あ、じゃライチ売ってんじゃない。ライチの話聞いてよ。バイオハザードそうだ、ライチって。そうそう。この敵見てて思い出したけど。そういえばライチが。じゃあでも戻りながらいいもん。もう一回物色しますかね。あれが美味しそうだね。でもね、3つ100円。安い気がする。3つで400円。マンゴー、マンゴー、マンゴー。どうですか、どこでどうやって食べんねん。ホテルでカット、冷やして持って帰って冷やして、カットはまあ雰囲気でね。まあでも借りれそうだけどね。貸してあるって一回聞くのはありだと思う。3つも食えんのかって問題あるよね。食えるでしょ。食えるでしょ。だってあなたが滝ですよ。大丈夫。大丈夫。滝です。滝笑う。私滝行です今。大丈夫。あ、滝行の方だよ。ここちょっとちっちゃいの気になるね。やっぱ安いには安いの理由があるんじゃないかな。もうナイフさん調達しちゃおうよ。じゃあ私梨買おうか。ハウマッチ212だって。買いましょう。How to? 美味しいって。いいの？やった。味見させてくれる。あ、そう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 。すごい。で、ミュってミュってやんの。ちょっと見て。あ、プルプル。うん。これはダマライチ。よし、食べてごらん。買おう。うん。よし、じゃあその500円を払っちゃうよ。これは買おう。はい、はい、丸ごとだよ、丸ごと、うん、これは買おう。めちゃくそうめえわ。Thank you、 シェシェ、シェシェ、はい、シェシェ。よし、マジやべえわ、これ。あのね、全然ぬるくても美味しい。冷やすのちょっと美味しいよ。うん、冷やすと持ってます。よし、シェシェ。このシェシェかも。うん、バイバイ。バイバイ。いいね、いいね。やばい、これめっちゃうまいわ。
我来三个。Read 100。一百块。谢谢。谢谢。ありがとう。はい、ありがとう。あ、カット。大好大喜呀！カットやん。第一試食としてもらったんだけど。いいな。今日はドチャクソってこの旅めちゃくちゃ使うね。ただ得たものは梨とライチ買いました。あれあとマンゴー買えばいいのか。マンゴーか桃か先輩が。マンゴー一パス買ってこようかな。じゃあちょっと待ってる。うん、マンゴーを買いに行きます。この辺だった気がする。ここで買います。先生、先生マンゴーゲット。買いました。See you.